はい、どうもこんにちは、池さんです。今日はパタゴニアのハイロフトダウンフーディーを紹介したいと思います。これを買ったのは、4年前で、だいぶ前にはなるんですけども、未だにデザイン的にも、定番っていうのもあるので、すごく着回しができてとても重宝しています。で、やっぱり憧れとしてパタゴニアのダウンを欲しいなっていうのがあったので、当時4万7千円ぐらいしたんですけども、奮発して買いました。現在だと定価3万8880円で販売しているので、だいぶ安くなったかなと思ってます。で、パタゴニアは、1月、毎年だと思うんですけど、1月ぐらいにセールしまして、その時に 20% か 30% オフになるので、そうだと、3万8880円が、3万1000円ぐらいまで、値下げされるので、その時に購入するのが一番いいのかなと思っています。はい、こんな感じです。次に、フードをかぶった状態をしてます。結構チャックすると口元まで鼻根近くまで行くんで、全然風が入らない感じかな。で、これのドローコードなんですけど、後ろ部分に一つと、裾に一つついてます。結構深めに、帽子もあるので、ヘルメットも着用してもつけれる、本当にアウトドア専用という感じです。で、私が着ている服はS サイズになります。身長が178センチ、体重が64キロ、肩幅が45センチ、胸囲が94ぐらい、ウエストが76、ヒップが92から94ぐらいです。で、ちょうど S サイズがぴったりとなります。 M サイズだと結構ブカブカってしてしまうのかなと思ってます。で、こちらパタゴニアなんですけど、4年前は、チャックとして、ここ表面に1個ついてます。で、裏面に1つ、この部分に、チャックがついてます。で、今のモデルだと、ここの表面のポッケっていうのがなくなっています。で、こちらのパタゴニアなんですけど、よく言うダウンの軽さ、大きさっていうんですかね、が600フィルパワーになります。で、モンベルだと800フィルパワーなんで、その物っていう意味では多分モンベルの800フィルパワーの方がいいとは思うんですけども、このハイロフトってすごいいっぱい敷き詰められてる感じなんで、さほどモンベルと比べても、暖かさという意味では変わらないかなと思っております。で、これのいいなと思ってるのが、寒くないなっていうのが、この手の裾の部分がこうキュッて締まるので、こっから風が入りにくい状態になってます。なんかグローブをこう入れたいとかいう場合はちょっと使い勝手悪いかもしれないですけど、これはこれで風が通らないんで気に入ってます。あとはハイロフトっていうこともあって、チャック本当に上までやるとここら辺の首元がすごくふわふわしてるので、ものすごくあったかいなっていう印象を受けます。あとは服の形として
結構シャープにな方かな、ダウンとしてはシャープな方かなと思うので、まあ思ったほど着膨れしないかなと思ってます。まあ試しにちょっとモンベルのアルパインダウンパーカーがあるので、それと比較してみたいと思います。まずこれが、パタゴニアのハイロフトのイメージです。でこっちがモンベルのアルパインダウンパーカーになります。ちょっと全体感、まあ、こんな感じでちょっとモンベルの方が、モコッとした感じ、あとはもう撫で方に見えたりして、まあ物はすごくあったかいんですけど、まあ見た目っていう意味ではちょっと太っちょに見えるかなっていう感じがしてます。首元はそうですね、ちょっとでも、まあ、パタゴニアに比べるとこう上まではいかない感じになってます。まあ、これはこれですごく好きなんですけど、まあ、パタゴニアパタゴニアね、良さがあるかなと思ってます。こんな感じで、まあ、長く、使いたいなとか思っているんであれば、まあ、ちょっと値段は高いんですけど、まあ、1着ぐらいあっても、いいかなっていうのが私の意見になります。まあ、もし興味があれば、ぜひパタゴニアのお店なりアウトドアのショップなり、まあ、どっかパタゴニアの、ダウンが売ってるお店行って試着していいと思ったら購入っていうのはありかなと思います。では以上となります。ご視聴ありがとうございました。